できた。このできたよ。Quella già aveva perso la pazienza. こんにちは。こんばんはかな。あれ見てねえかライブ。こんばんは。残しといて。はい。はい、我々は今コンベンション会場に着きました。乾杯。うらやましいでしょ。めっちゃうまいっすよ、ビール。いい天気。さあ、それでは、ギリシャクイズの答え合わせですね。早速いっちゃいましょう。問題は、野崎さんの小銭がいくらユーロ入ってるか今ここで確認してみましょう。その前にさ、お、景色ね。景色、ビュー見せる。回ってくるわ。回ってきて。今のうちに。YouTube live. Oh. Hello, Hi. Luigi. How are you doing? Welcome to Summerfeet. Thank you. Thank you. Bye bye. Bye. というわけで、アテネから。アテネ空港から2時間ぐらいバス、2時間半か、2時間半バス乗ってきました。よし、オッケー。今日はね、レッスンがないのでしっかりバカンスしてます。はい、こっち来たいんだね。じゃあ開けてみましょう。まだ使ってないからね、うん、1枚ずつ出していったらいいの。バーでいいんじゃない。あれ見てよ、コメント。あれ、答え。いきます。数えまーす。見えるかな、この辺かな。うん、手持ちを切ってる感じで。少な。少な。はい、2、2、3。あ、映る。そこ、ギリギリ。4、5ユーロ。少な。5ユーロって言う。5ユーロ65セント。5ユーロ台の方、ビンゴ賞。2人賞。2人賞は？あ、ここ2人だ。誰？お、誰？あ、3と8の台です。が、辰巳さん、辰巳陽子さん、3ユーロ、そのピーさん、8ユーロ。これが1番、2番ですね。うん、あと1人は？あと1人、あと1人はどっちがいいか。10ユーロ。そうや、10、10が一番。10だね。10ユーロのゆかりさん、うん、10ユーロのゆかりさんですね、の3名に決定です。おめでとうございます。おめでとうございます。すごいな。じゃあソロピーさんと、あ、辰巳さんが一番近いんだ。そうだね、3ユーロ、ちょっといいやつだね。じゃあ辰巳さんにプレゼンター CD をお土産で持っていきます。今さっき映ってたユーロです。そう、そのピーさんとゆかりさんにお土産用のギリシャの、マグネットを買っていきますので。そしてゆかりさんって どのゆかりさんなんだろう。あのメッセージコメントもしくはメッセージを、高島でも野崎でも五十嵐でもいいので、 Facebook なりなんなり、そうだ、ね、私がゆかりですと、いつ も, 見ても楽しみに見てますっていうコメントのゆかりさんですね。はい、をもらえればと思いますので、はい、よろしくお願いします。お願いします。はい、で明日僕たちレッスンしますので、その動画もできたらライブ配信、まあ、ちょっと難しいかもしれないですけども、うん、動画を上げていきますので、ぜひ見てください。ではチュース、うん、カリメーラ、カリメーラ、乾杯はなんて言うんだろうね。わかんない。あれ、どこ。
これあれじゃない、バツボタン押せばいいんじゃないの。